2022年デビューの新人ボートレーサー突然の引退。競艇界は闇深い。130期の村田加奈子が12月7日に引退届を提出。2022年5月デビュー。2023年4月に初一着。生涯獲得賞金は626万。そんな彼女に対し様々なコメントが寄せられている。西岡郁美と西橋奈美のトークショーで女子戦はかなりピリピリしてるって言うてたのが引っかかる。それなりの事情があったんでしょうね。東本も突然引退したし闇が深そう。先輩に痩せろだどうだ言われたんでしょうかね。全権来ないでそのまま引退。闇が深い。陰湿ないじめとか多そう。競艇フリーダムでは現在競艇で稼いでる方法を公開中。競艇が好きな人も競艇を知らない人も簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで辛い日々を送ってたんだけど、その後稼げる方法に出会い人生が急上昇。俺と同じで社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい、そんな人のためにも稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は動画の概要欄をチェックしてね。